ジュリー役のアイバウィザーズ回転木馬は1945年にリチャード・ロジャースとオスカー・ハマー,アースタイン2世によって書かれたブロードウェイミュージカルである。原作はモルナール・フェレンツの劇曲リリオム。1956年には20世紀フォックスによって映画化された。初演はトニー・ショーの創設前であったため、このショートは 縁がなかったが、1993年リバイバル、上演され、翌1994年のトニー賞では、最優秀、リバイバルミュージカル賞など5つの部門で賞を得た。日本には1969年に、宝塚歌劇団雪組により紹介される。1984年に、星組が宝塚バウホールで再演。1995年には、東方制作で、 リバイバル版が帝国劇場とにて上演された。この作品では男女のバレエダンサーが必要となるが、この日本での公演ではリハなどトップダンサーがキャスティングされ話題となった。2009年3月には東京の天皇図銀河劇場にて上演され、メインキャストに笹本麗奈、浦井健二ほか、ダンサーには西島千尋、中川健、三木雄馬がキャスティングされている。 2006年頃にはヒュージャックマンによる映画リメイクのニュースがあったが2011年現在クランクインしていないこの作品中で歌われる人生一人ではないは1963年10月にジェリーザ・ペースメーカーズによって前衛チャートの1位を獲得そこからリバプール FC サポーターの愛称家として親しまれるようになりやがては 世界で多くのフットボールフリークの愛称家となっていった。日本でも FC 東京のサポーターズソングとなっている。メイン州の漁村、回転木馬の呼び込みを制御とする男ビリーは、客として来ていた女子ジュリーを口説き、恋仲となる。二人はやがて結婚するが、客に手を出したとしてビリーは回転木馬を解雇され、生活の苦しさに苛立つビリーはジュリーにたびたび手を挙げていた。 やがてジュリーが子供をはらみ、父親になる日が近づくのを意識したビリーは、焦りのあまり大金の盗みをくわがてる。しかし会えなく失敗、逃亡する際にビリーは、自己死してしまった。粗暴だったが愛していた夫を失い、悲観に暮れるジュリー。しばらくたち、展開で暮らしていたビリーは、自分の子供が苦難に陥っていると聞きつけ、星守るに許可を得て1日だけ地上に戻ってきた。 ビリーの子供から、娘のルイーズは、父親が泥棒だったというお命から、友人らから白い目で見られていた。ビリーは、ルイーズの前に姿を現し、天界の星のかけらを渡して、励まそうとするが、警戒するルイーズに苛立ち、彼女をぶってしまった。ビリーにとっては、悔いの残る、父子の対面となったが、ルイーズは見知らぬ人にぶたれたのに全然痛くないことを、不思議に思う。 それを母親のジュリーに尋ねると、ジュリーは亡き夫を思い描きつつ、そういうこともあるのだ、と悟すのだった。地元の学校の卒業式、いがみ合っていた友人と和解するルイーズ。1956年に映画化。監督はヘンリー・キング。ゴードン・マクレイとシャーリー・ジョーンズは、オクラホマ。に続いての共演である。キャスト脚本は、オスカー・ハマースタイン2。 宝塚大劇場公演。編集形式名はミュージカル。ニブキューバ。リリオムより。公演期間は1969年5月31日から7月3日まで。新人公演は6月21日。新人公演の主な出演者は、右は夏子、マヤあけみ・明美楠木香ノ七つあけみ・明美志しとミサ玉津さまき。 スタッフを主な配役主な配役東京宝塚劇場公演編集演出はエドワードロール。公演期間は1969年8月2日から9月3日まで。新人公演は8月14日と8月20日。主な配役主な配役公演場所は宝塚バウホール。形式名はバウミュージカル。二幕。 公演期間は1984年9月1日から9月15日まで。スタッフを主な配役回転木馬に関するカテゴリー。回転木馬に関するカテゴリー。ありがとうございます。